いいですね。ちょっと変わったな、この辺りが。湖がもう一個できたっぽいな。こっち側ですもんね。右側だからな、湖あるの。はい、とりあえず自宅へ向かってきましょう。あ、誰かいるぞ。こんなとこまで歩いてんの？引いて確かめてみるか。これ、イチゴ親父じゃないですか、もしかして。なんか、新キャラがいたぞ。新キャラがいた。誰これ。誰これ。新キャラっぽい。え、誰これ。新顔ですね。初めて見る顔だな。体でかっ。ちょっと引かないで動いてるとこ見ればよかったな。新キャラがいた。これなんか持って帰るか。とりあえず持って帰りましょう、新キャラ。新キャラゲットですね。危ない危ない。これ判定あんな、当たり判定が。これで締めたらいけそうだけど。あ、いけそういけそう。よっしゃ、入った。でかい。体がでかいな。拉致完了ですね。なんか生々しい締まり方だったな。よし、戻りましょうか、自宅に。よし、自宅到着ですね。久々に帰ってきたな。はい、よし、なんか気持ちよさそうだな。やっぱ微妙に動いてますね。置いとこう。あ、ゴミ箱は消えてる。あれ、ゴミ箱はなくなったんだ。ここにあったんですけどね、ゴミ箱。危なっ。びっくりした。あれ、そういえばソファーもなくなってるぞ、これ。あ、なんかこっち側に移動されてんのか。あ、これスタートトゥーファイヤーって書いてある。これに入れんのか。運べないの。あ、運べる。やばい、これ。やばそう。てか寝れないな、自宅でこのままだと。これのためじゃないですか、完全に。この中に入れて、巻き入れなきゃダメなんだろうな。てか家でも寝れないし、参ったな。あ、電気動いてる。ソファーが回収されてんな。あ、やっぱそうだ。湖が追加されてる。後でボートで行ってみましょうか、これ。あー、なるほど。ここら辺は変わってない。これが1号園のところで。やっぱ湖が1個追加されてますね。テレビとか追加されてなかったと思うんですよね。とりあえず流しとこう。で、体、シャワー浴びましょうか。参ったなぁ。そっか、とりあえずバーベキュー、あれがバーベキューなのか。あのセットがあればどこでもバーベキューできるのか、一度使ってみたいですね。ああ、薪というか、買ってきたやつでいけるのか。
とやっ、おっと吹っ飛んだこれでいけんのかな。それかあの島のところにあんのかもしれないな。あー燃えてる。え、特に何も必要ないのこれこれはバーベキューとは違うのかな。ちょっとやばいやばいこれはいろいろと お風呂だ。五右衛門風呂ですね。入らないかな。ちゃんと足がはまってこれは何のための明かりかな。ちょっといろいろとこれはなんか、あ、消えちゃった。あ、また燃やすひどあれひどいな。あ、危ない危ない危ないこういう使い、な、何のために使うんだこれよくわかんないな、このドラム缶は特に判定もなさそうですね。ただ主人公は燃えそう。ダメだ。新キャラなのにかわいそうだな。あ、そうか、これ動かしてこうやるのか。新キャラの扱いが、あ、消えちゃった。ドラム缶人間になってる。ドラム缶人間です新キャラがひどいあ、ゆるキャラになりましたね。確かにこれこれじゃあこれかぶせられんじゃないですか。これそのまま持ってこ、新アイテムゲットですね。あ、これか。本当だ、ここにあったここにあった、こんな下にあったのか。これ見落としちゃうな。あ、オイルフィルターと、あ、これタイヤのあれか。あれじゃん、あれとは別なんですね。しかもこれ簡易的なやつか。あ、なんか出てきた、なんか出てきた。あ、こう液体っぽい感じなんだな。なるほど、液体っぽい感じだったあ、すごい火が出てきた。これは焼け死にそうだな、乗ったら。あ、大丈夫だあ、これでいろいろどこでもご飯ができるんだ。キャンプできるじゃないですか、これで。すごいな。こうやって置いとくこともできんな。これやばいでしょどこでもご飯用ですね。あーあー、ひどいひどい。これ自宅置いといたら燃えそうだな炎が横向きあ、終わった。早っ。結構短いな。とりあえず、これは置いとこう。まあいいや。とりあえず、一度寝て、恩赦があったかどうか確認しよう。一度寝ましょうか。はい。あ、いやいやいや。あ、あ、恩赦があったんじゃないですか、これ。あ、お、恩赦だ。無罪放免になったか。あ。あ、しかもこのミッションに来た。それとも朝じゃないからか。
もしかしたらこう御社じゃないですかね。朝まで寝てないからわかんないけど、多分御社っぽい。無罪になったかも。とりあえず今回は大丈夫でしたね。バーベキューセットいいですね。早く使いたいな。あー、あとムースもいたらあれするか。とりあえず自作カーの修理はまただいぶ先延ばしになりそう。あの電気コードを持ってくればよかったな。忘れてた。はい、あ、ドア開いてた。開けたの今。ちょっと待って、開けっぱなしじゃないですか。怖いな、この橋。ちょっと怖い。結構幅狭いですからね。はい。ここになんか車集まっちゃってんな。やばい、ちょうど来てる。危ない。ちょっとでドンピシャのタイミングでしたね。よし、帰ってきた。ここかな。やったやったぞ。やったやったやった、見ろ、ケイソックスやば。どうしよう、それわっ、ざんし。あ、お金くれた。あ、ちょっと高くなってんな。はい。行きましょうか。離れた瞬間倒れるんでしたっけ。乗せたくなるな、これこれこれ。新アイテムをまずかぶせられるかどうかなんですよね。あダメだった。やっぱ当たり判定があるみたいですね。こういう感じにしかこれしかできない。これやっぱこのための道具ですね。当たり判定あんのか、ちゃんと。結局この形になっちゃいますね。マスコットキャラだ。なんかかわいい。なんか見たことあるな。置いといても面白そうだけどな。ちょっと苦しんでるんですけど。ちょっと苦しんで。なんだそれ。ひどい。黒いことになって。